悲しいことが起きてるね。川に腹広カマキリが浮いてます。胸やか腹広カマキリだね。まだなんとか生きてるっぽいな。おそらくこの子の体内にハリガネムシがいて、ハリガネムシに行動を操作されて川の中に飛び込んだんでしょう。もしかしたらこの近くにハリガネムシがいるかもしれないけど、ちょっと見つからないですね。さすがにそれは無理か。まあ一応まだ生きてるからね、川で冷え切った体温が温まれば動き出すかもしれないですけど、まあカマキリ好きにとっては悲しい出来事なんですけれども、でも実はですね、このハリガネムシがカマキリに寄生してカマキリが川に飛び込んで死ぬというこの行為はですね、川に住む生き物、魚とかね、ザリガニとか、ああいった生き物の餌として陸上から水中に生き物を運んでくるというね、要は水中の生き物の餌としてカマキリを連れてくるという、そんな、生態系のバランスを保っているとも言われてるんですね。まあということでね、僕がこのカマキリを助けるという行為はね、あんまり生態系にとってもいいことではないと思うので、一応この川辺に置いておきましょう。今も復活できなければきっと川の水が飢えた時に流されて川の生き物の餌になるんじゃないかなと思います。悲しいですけどこれが生態系ですね。「いともたや」